ご視聴の皆様、おはようございます。吉高です。ただいまいろんなチャレンジをしてアイテムを集めているんですが、ブートキャンプがですね、あとゲリラが終わればベレー帽が手に入るので、ちょっとチームデスマッチにやってきて、ちょっと他人様の武器をかっぱらってキルしましょうっていうようなゲリラをやりたいと思います。行ってきます。そうだ、真ん中から行くのどうかと思うんですけど、ここから見ますかね。じゃあ窓ガラス割っとくか。でこの辺右からわらわらって来てるはずなので、ここもガラスを割っておいても、やべえ、お化けがいるけど、その屋根の上にいる人からいらっしゃいませ。お化けの人どこに来たんだろう。やられたのかな。どこに行った。やばいやばい、後続、ちょっと忘れとった、ごめんなさい。あ、AK いいですね。その AK ちょっとお借りしたいですね。後でお願いします、マジで。さっさくさくゲリラを、要するに一人でガンゲームみたいな感じですよね。落ちてる武器をどんどん拾っていって、これでキルをすると。これも HBR、 あ、いいですね。私は先ほどエリートのインサニティっていうんですかね、あれはレートが高いっていうのはもちろんあるんですけど、音が好きなんですね。なので HBR いいよ。これでも何だっけ、何ジョーだっけ、アベンジャージョーでもいいですよ。いらっしゃいませ。 OK、 さあどんどん行きましょう。ゲリラを終わらせて、ベレー帽使うキャップが欲しいんです、早く。あれ結構ロビーとかで皆さんの服装を見てると、かぶってる方多いですよね。こうチャレンジではいろんな装備品っていうか、あとコーリングカードも手に入りますので、ただただそのキルレーっていうか SPM 上げていくのも楽しいんですけど、こうアイテムをかっこいいな、後ろに飛んできて、こういうアイテムを集めていくのも楽しいので、私はむしろSPM よりもアイテム集めの方に最近迷彩とか集めるのにはまってますかね。あ、いいですね。先ほどの方この AKありがとうございます。ちょうど AK 使いたかったんですよ。自分が全然 AK のアタッチメント取ってないんで、 AK 育ててないんで、ちょっと HBR しばらくお休みして、これをちょっと取っていきたいような感じもしますが、あーっとちょっとダメージ蓄積あったかな。いけません、気を抜かずにどんどん行きましょう。もうすぐ卒業、3月です。ちょうどいいでしょう、ブートキャンプを卒業しましょう、いい加減。そして早くプレステージを回したい。他にもチャレンジがあともうちょっとで終わるのが結構あるんですけど、ドミネーションで、あと圧倒的勝利が何回か残ってたの、10回もう少しあるか。あ、バルのオブシディアンコルトもありかもしれないな。ちょっとドミネーションの方はまた次のプレステージでやろうかなと思ってですね、もう10回も行ってる間にどれだけレベル上がるんだと思ったら、もう次のプレステージでやりましょうということで、今回はブートキャンプはとりあえず終わらせて次に行きたいなということで、久々のバルをうろうろして、あ、これハイブリッドサイト私好きなんですよ、趣味がいますね、ありがとうございます。いらっしゃいませ。よかった、終わった、卒業です。ちょっとね、大げさな拍手を鳴らしてますけど、まあ頭の中ではこういう感じの気持ちであるということですね。この辺通ってくれないの今回、みんな向こう回りか、向こう行ってみようか。右見て左見て、いって、やっぱ後ろ来とった、おいで打ってあげるから、よしなさい。 OK、さあもうゲリラ終わったんで一人ガンゲームしなくてもいいんですけど、このゲリラを完遂すべくずっとこの感じでチームデスマッチドミネやってたんで、なんかこう拾う癖がついててですね、拾い癖っていうか手癖が悪いですね。通常のゲームモードに戻りたいと思います。あっ、ぶんね、よかった、一瞬腰打ちに戻すの忘れそうになるな。武器が落ちてない、ちょっともうバルはもうちょっと、私はこれどんどんレート上がっていくと上に跳ねるのがちょっと若干苦手なので、見てみようか、変えたいんですけど、うわ、いって、何これ、あ、ショットガンですね、強いな接近戦ショットガンは。どうでもいい話なんですけど、家にショットガンがあったんですよ、実家に。
父が山の漁をやってたものでショットガンがあったので、このうちあのショットガンは有効射程距離何メートルぐらいだったのって聞いたら5メートルかな。しかもそれで殺せるわけじゃなくて、足止めをしてとどめはナイフで刺しに行くって言ってたんで、ナイファーだったんですね。実はあのショットガンでやっつけてるのかと思ったらですね、全然50メートルぐらい弾は飛ぶけどやっぱ5メートルぐらいで撃たんとダメだわみたいな感じで、あの実銃は結構あの猟銃はあのバレルが長くて一瞬ライフルかなと思うぐらいでかいんですけど、ショットガンはこんなもの持ってとてもじゃないと山走れんわみたいにでかいんですけど、意外と射程距離は短かったという。なので別にゲームですげえ近くで撃って倒れられなくても全然びっくりしないです。リアリティあると思います、ショットガンはそんなもんです。で実銃のお話を若干混ぜたところで、これちょっとダメージ蓄積しとるときにあんまり走り回らん方がいいやろうな、いつもの悪い癖でね。あとこれは追っかけとくか、見失ったぞ。あ、この方ですね。危なかった、あの近距離じゃショットガンに勝てない。というわけで大抵の漁師さんは、ショットガンとナイフをバリスティックナイフ装備したナイファーだったということが判明しましたので、まあ、そのような部分だけ若干ちらっとお伝えしておきます。よいしょよいしょ。あ、やっぱこの辺はちょっと四方八方見ないと危ないところで、お、そんなところで、あ、終わってしまいましたね。でもよかった、卒業できましたようやく。さあ、あのブレーボーまたファイナルキルカメラにチラッと映るブレーボーゲットなりました。すごいね、最近あの屋根の上寝てる人結構見るんですけど、ある意味あうまいなと思いますね。さあカードもゲットしましたね。ギリラつかゴリラなんですけど、これもまた後日エンブレム作りたいと思います。このゲリラ用にふざけたエンブレムを作りたいと。卒業する。さあ早速着替えましょう。やった、ベレーボーゲット。まあ、アサシンなども条件を満たして入手できるんですが、こんな感じでチャレンジもアイテム集めにいかがでしょうか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。吉高がお届けしました。失礼します。